朝2。はい、どうもチームアスクロ担当の朝とよつきです。そしてはい、天の元遊び戯れたもの過去形天元勇気だったものです。だったもの、じゃあ今なんだよ今なんだよ。え、新しくチャンネルになったじゃん。あ、まあなりましたねこの後言うけどはいはい、よろしくお願いします。まあこの通りですね、チャンネル名が、変わりました。まあ以前まではですね、私の個人名のチャンネルだったんですけど、まあ、今回から夜天チャンネルとですね、させていただいて、新たに再スタート、させていただきます。それに伴って私は新天元遊戯となりました新天元遊戯、おお、かっこいいじゃん信用付きか俺は分かんないけど、本当言ったらね、はい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 、ダン・クロトッシンみたいな感じで やりたかったんだけど、天元遊戯神って言いづらいから、まあね、上にしました。でも上にしたら今、まあ後でもちょっと話すけど、新ゴジラ、新エヴァンゲリオン、新ウルトラマンと来て新天元遊戯かっこええ新天いいね、新天いいじゃん新よ。あ、まあ深夜付きね、うん、深夜なんかちょっと人の名前になっちゃうじゃんえ、改名、まさかの改名いやーちょっとなまあそういうわけで、はい。でまあ、新しくチャンネルはまあチャンネル名変わったんですけど、まあやること自体は今までと変わんないんで、まあよろしくお願いしていただければと思います。あ、じゃあ新と取っとくね、普通の天気戻るわ、よいしょ捨てるなあ、もう新燃えないゴミにやったから。あ、燃えないの新？燃えない、君炎属性だから燃えるんじゃないの。新は燃えない。新は燃えないんだ。うん、粗大ゴミ系。いや、もう入ってもう危険廃棄物だな。ああ、廃棄物扱いか。危険物だな、しかも。危険物、ああ。ということは、決められた自治体のね、ルールに沿って処理しないといけないということだね。やっべ、その道路一緒だったよ。やっべ、拾ってこい。どんなんだよ。あ、ちょっと今風飛んでいった。ええー。あ、もう無理だわ。風強いしね、雨もね、ちょろっと降っておるけど。あ、見て見て。何？俺が捨てた芯が、芯がね、うん、花咲いた。は？花が咲いた。あれは植物だったの。あ、芽が出たよ。芽が出た。中から、あ、四月に出てる。俺かよはい。芯というところに四月が生まれました。どういうことだよ。まあ、今までと、まあ、配信のやり方は変わんないという形でですね。はい。まあ、あと、また、今週何があったかっていう話をですね、ちょっとお話しさせていただこうかと思います。はい。朝と四月。一週間コーナー、はい、なんかその名前だと俺だけになっちゃうけどね。はい、まあまあ私は正直一個ぐらいしかないんですけど、まあさっきも言ったように、まあ新エヴァンゲリオン、今週からね、今週と言っていいのかな、月曜日からついにね、いろいろ延期にはなっていたけど、今週月曜日から、ついに上映開始されました。イエーイ。もうめっちゃ楽しみでさ、まあ初日にがね、平日だったから、ちょっと仕事で行けないなーと思ったんで、まあ職場の後輩と、火曜日に行ってきて、仕事終わりに。まあ内容の話はね、ネタバレになるから、あえて言わないけど、まあでも個人的には見てほんと良かったなーってすっごい思う。まああともう一回ぐらい見に行きたいなとは思うんだけどね。なるほど。いやー、良かったって、もう良かったとしか言えないんだけど、もうネタバレを防ぐために、まあこれ以上は言えないんだけど、まあ、あとはトイレ大丈夫かっていうね、言葉が出ていたけど、トイレ大丈夫でした、私。じゃあ仮に天元がね、はい、ネタバラシしますね。はい。ね、エヴァがね、出てきたらね、おい、やめろ、海の中からね、巨大生物が出てきたんですよ。ダダダン、ダダダン。はい、シンゴジラ。ダダダン。シンゴジラ。さっきシンゴジラも言ったからね。はい。で、シンゴジラを、はいはいはい、はい。すごい生命体だから、その DNG 細胞を使って、エヴァの中に、ジーズ人間のところに注入。そうすると、化学変化、なんか化学反応が起きて、エヴァがビーストモードだった。おい。いや、そんな話じゃないですからね。そんな話ではないので、ご安心ください。で、全くネタバレ関係ありませんので。で、エヴァが倒される、シンゴジラ強すぎる。その時、核心兵器が出ました。ほう。はい。特装型エヴァンゲリオン。通称メガゴジラ。おい、メガゴジラおい、メカゴジラっておい。AT フィールドの内側に、すごい装甲を持ってます。金属装甲です。まあね、確かに。
モゲラじゃなくてよかった。で、まあ、ゴジラとそのメカゴジラ、一騎打ちっていうところで、その映画が終わったんですよね。あ、いいところで終わるね。いや、そんな話じゃないからね。そんな話ではないので、皆さんご安心ください。新エヴァンゲリオンって、新ゴジラとエヴァンゲリオンを負けたから、新エヴァンゲリオン。じゃあ、新ウルトラマンどうなるんだよ。あれは、あれだ。戦隊モンでさ、新しい戦隊モンタッチするときあるじゃん。はい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 。あれだよ。はい、新シリーズ、新ゴジラ、新エヴァ、じゃあ次はお前の番だ、新ウルトラマン。じゃあその次ぐらいに来るのかな、新アースオブエンド。やめて、やめて。まあ、オルタナティブがね、今出てるからね。まあ、それも今休止中ではありますけど、はい、頑張って復旧はさせるんで。まあ、自分的に話する、まあ、今週の内容っていうのが、まあ、新エヴァを見に行ったっていうことぐらいかな。あとは特に、まあ、今までと変わらない普通の日常を送ってたんで、つまんねえやつだな。すいません。つまんない大人になったな。そうなのよ、大人になったのよ。それ言ったら俺なんだよ。ん？天元の1週間のことも言いますね。はい、じゃあ、天元遊戯さんの1週間コーナー、イエーイ！違う。パフ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 。え、天元ざまーな1週間。天元ざまーな1週間、イエーイ！誰のと思うだ。めんどくせ。言わせてたのに。めんどくせ。で、今回も天元さんは3本立てになるのかな。はい。お、3本なります。では、まず1つ目はどんな感じのタイトルかな、はい、天元うざい。天元うざい。うざい。はあ、うざい。はい。で、天元謝る。天元謝る。あ、うざかったからごめんなさいってか。で、あ、天元健康法試す。健康法試す。はい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 。健康法ね。ふーん。となります。はいはいはい。じゃあまず一つ目からいきましょうかね。天元うざい。ああ、これね、ちょっと言えねえんだわ。なんで？口で言えねえよ。口で言えない。うん。だからね、ちょっと実践しようと思います。実践、え、まさか実写？いや、実写はちょっとごめん、やめといて。はい。とりあえずね、はい、これ、まあとりあえず A さんと天元のね、絡みの話なんですけども、はい、俺天元役をやるんで、あなたは A 役さん役お願いします。いや、その A さんわかんないから、なんともできないんだけど。かといって天元役もどうかなって思うけどね。ああ、じゃあ分かった分かった。もう、100歩と1歩をちょっと、うん。譲って、はい。俺が天元、俺が A さん役やるわ。はい。で、お前はもう天元役、元い、四つ木さん役で。はい、分かりました。ショートコント、天元うざい。はい。まあ、シチュエーションは、はい。ご飯を、はい、食堂で買って、はい、席に座ろうとするところからお願いします。座るところから、はい。はい。分かりました。3、2、1、どうぞ。あー、お腹減ったな。今日何しよっかな。ランチでいっか。ランチくださーい。あ、どうもどうも。あー、どこ座ろうかな。そこでいっか。よっこいしょ。ちょっとちょっとちょっと。弱々は何やってんすか。弱々は？そこ。弱々は？え、知らないっすか？あだ名っす。知らない。あだ名？あだ名そんなことで呼ばれたことはないけど。朝と夜月だから弱々なんすよ。あ、どこ行った？まあいいや。え、まあ、いいもしかして今まであだ名もらったことない？あー、ですよね。なんか友達なさそうな顔してますもんね。悪かったな。いや、まあ友達はいいけど。いや、あんたの話はいいんですよ。あんたの話は。なんだよ。いや、そこはね、うん、俺がいつも座ってる席なんですよ。なんで勝手を座ろうとするんですか？俺の指定席から別にいいでしょ。いや、俺の指定席ですよ。とりあえず、A ランチ食っていいかな。いやいやいや。いや、あなたの話はどうでもいいんです。いや、今は、ちょっと、人の話ちゃんと聞かないからあんたはダメなんですよ。聞いてるけどさ、飯食いながらでもいいかな。いやいやいや。話すときに食べ、物を食べながら喋るって、なんか社会人でダメですよね。お前食ってるけどさ。いや、いや。で？まあ絶対ね、そうやってね、人の話も聞かないし、もう、人の席勝手に取ろうとする。ほんまにドキュンですね。どんなんだか彼女もいないですよ。もう一回言ってないし。いや、もう彼女いないって思うでしょ？いや、絶対いないですよね。いないって思うだろ？いや、あんたの話はどうでもいいんですよ。いや、聞けよ。今、そのぐらい聞けよ。いや、人の話を遮るなんて、幼稚園から座ってません？いや、今、教育悪いっすよね。遮ったよね、今。遮ったよね。あ、今ね、そういえば、うちの、俺のね、彼女、ね、最近できたんですよ。ちょっとこれ見てくれます？はい、どうぞ。え？ん？あ、携帯、電池切れたんですか。いや、あんたのせいっすよ。なんでだよ。ヨヨのせいっすよ、電池切れた。なんで？確かヨヨは、モバイルバッテリー持ってたっすよね。持ってないけど。いや、持ってるでしょ？貸してくださいよ。今時持ってない人いませんよね。いや、持ってないけど。あ、じゃあ事務所で充電してきてくださいよ。いや、行ってこいよ。いや、すよ、俺怒られるじゃないですか。俺が怒られるだろ、俺が行ったら。
いやいや、あんたが原因なんだから、あんたが行くべきでしょ。関係ねえだろ、関係ねえだろ。僕は人のせいにしてるぞ、こいつ最低だわ。だからね、いわゆるダメなんすよね。とりあえずご飯食べていいかな。いや、下走ってるってことでダメだ、ダメだ、ダメだって言ったじゃないですか。いや、お前食ってるけどな。ああ、もう、ああ、ごちそうさまでした。あ、そういえばさ、弱いわ。なんだよ、女子。もう弱いわ、なんだ、もう。あ、女子がね、ちょっと呼んでましたよ。え、いつ？え、30分前。早く言えよ。じゃあ、俺、これからちょっと休憩入るんで、あとお願いします。え、ちょ、まあ、飯食ってから行こう。まあ、こんなことあったんですよ。はい。なんだこれ。なんだこれ。こういうやつらあったんですよ。まあ、ちょっとね、よつきさんの対応がね、俺の時とはちょっと違うんですけど。まあ、それはね、よつきだからね。天元じゃないから悪いけど。ただ、A さんに関しては、だいたいこんな感じ。うん。うぜえ、うぜえ。食べようと思う席数は、そしたらいきなり、弱い弱っていう変なあだ名を言い出す。まあ、天元の場合は、天元遊戯だから、ていうなんですけどね。ていう。変なポーズを取りながら、変なポーズ取りながら、ていうって言ってくるんですよ。それ何って言ったら、天元遊戯だからていう、肌名回ってないですか。だから友達いないんすよね。いや、いなさそうな顔してますわとか。悪いけど天元には友達いっぱいいるよ。だって朝と夜月でしょ、雪風でしょ、ネグジェでしょ、サプライズライオンでしょ、あと御堂ゆうやかひでえ、あと静香ちゃんでしょ、静香ちゃん、スネオさん、スネオだろ、スネオさん、ジャイアンだろ、ジャイアン、のび太だろ、のび太で、ドラミちゃんだろ、ドラミちゃん、はい、うん、セワシ君入れろよ、いやない、いえ、じゃあ熊田薫と、とんがり君とキテレツとコロスケとミオちゃんと、あと、電録さんか。まあ、そばにいらっしゃい。いっぱいいるわ。いっぱいいる。うん、まあ、こういう。後半があれだったけど。俺だったけど。で、その後にも、大体な席決まってるとか、指定席もクソもねえからね。普通に食堂でしょ、一般の食堂でしょ、指定席ないでしょ。いつも座ってるか分かるでしょ、いや、知るか。知らねえよな。大体お前のこと一時ずっと見ているわけじゃねえからね。うん。ストーカーかよってなるわな。見てたら。むしろ俺にストーカーされたいんか、そんなに。え、そういう人そういうキャラに見えるか、いや。今のやりとりで。いや、全然。もしな。全くこれ、ぽっちも思ってないけど。俺、ストーカーするんだったらね、やっぱりね、女性するわ。まあね。で、うざくなやつにするわ。うざくなく、なくて、うん、はい、可愛くて、あと、うん、可愛くて。あと、なんだろう。まあ、ちょっと話して、まあ、ちょっと、イラつかない人かな。そこ重要。そこめっちゃ重要。はいはいはい、はい。そいつと言ったらもう、某、あの人みたいな感じで、うるせえって殴る。うるせえ、ちゃまちゃま言ってんじゃねえ、ちゃまちゃまうるせえ、なってるんですよ。なるほど、なるほど。あ、ちなみにね、その上司呼ばれた理由っていうのがね、うん、俺を探しただけだった。別に大した用はなかったんだね。あれ、そういえば天元どこ行ったんだろうな、君知ってる、うん、じゃあいいかって感じで言っただけだ。ただそれだけ。ただそんなに休養じゃないから、そんなことよかったよ。それだけ。それだけ。でもう一つ腹立つことがあってね、うん、でも知らないからそのままもう席座るかって仕事の席見たら、うん、そいつ次ね、なんか発表することあったんですよ。なんか、はい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 、その台本をお願いしますって張り紙貼ってあったんですよ。そいつとは、はい、部下でもなければ、うん、同期でもないし、うん、別の部署。一個だけ言っていいかな、うん、別の部署、部下でもない、全く関係ないのによく名前知ってるね、天元のこと。そういえばそうだな、うん、ストーカーじゃないかもしれない、うん、てかさ、まあ、ある意味思ったんだけどね、まあ、結構ね、俺の名前はね、うん、有名らしいからね。おー、うん、すげえ。まあ、いろんな意味でね。いろんな意味で。うん、いろんな意味で。まあ、いろんな部署でね、ヘルプ行ってから、ね。なるほどね。うん、おい、そこのやつ。誰が問題児だと思った。まあ、ちなみにね、そいつ発表するのが、ちょうど日曜日、うん。今日やん。そう。今日ですよ。台本作ったの？作るわけねえだろ。まあ、作らないよね。俺もその日に間に合わせなあかん仕事もあって手一杯やったから、うん、もう無視した。うん、で、その貼り、いいと思う、その貼り紙をもう、一応上司見せて、もう作らなくていいよね。いや、いいっすよ。部署違うし、部下でもないしね。うん、むしろそれを頼む真偽がわからん。うん、わからん。破りしてた。うん。
ああ、破り捨てるだけまだいいね。俺だったらシュレッダーかけるね。いやいやいや、ひでえ。ダダ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 ダーって粉々にしても。ひでえ。もう復元不可能。で、多分月曜日にね。うん。なんか、なんで作ってくれないですか、だ、これだから、って言うでいいわ、とか言ってくると思うんで。うん。一応、個室の会議室予約して撮ってます。すげえ、良い周到。で、職場用のボイスレコーダーも一応、レンタルで用意してます。うわぁ。呼び出してちょっとお説教します。おあ、ちょっとそれ聞きたいな。職場に持っていっちゃダメだからね、ボスレコーダーは。まあ俺持ってったけどね。持ってって自分の仕事のまあいろいろ私声の仕事とか、まあ、声優とはちょっと違うんですけど声の仕事してるんで。何？声優やった。声優ではないけど、まあそれでボイスレコーダーで自分の声取ってどういう風に聞こえてるかとかどういう風に伝わってるかっていう確認は結構してる。まあ職場の子にその話したら気持ち悪って言われたけど、それは気持ち悪いわって言われたけど、まあでもね、まあ相手にどう伝わってるかっていうのはやっぱり自分の耳よりかは一回ワンクッション置いて聞いた方が分かりやすいかなと思って、ボイスレコーダーはまあ普段持ち歩いてるかな。今持ってないよ。は？何？お前はあれか。なんだよ。画面に映ってるキャラクターに声という命を吹き込む仕事をしてるのか。天地創造系のお仕事ですかね。さすが、新夜月。いや、新はついてないよ、まだ。まあ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 、そういう、まあ、そういうではないけど、まあ、声の仕事はちょっとしてるんで、まあ、普段そういうふうに、ボイスレコーダーは、俺は持ち歩いてる。まあ、私物はね、持って行ってもいいんだけどね、うん、会社のやつだからね、持って帰ることはできないんでね。いやーもうどう言ってやろうか、すっげー楽しみ。まあちょっとその事後報告は次回聞きたいなとは思うけどね。まあ楽しみにしてくださいよ、うん。まあ、楽しみにしとくわ。まあね、そのボスレコーダーね、まあ、うん、オーバーかなと思うけど、そういう、うん、ああいう系はね、まあね、まあ、てよてよにひどいこと言われたらバーッとされたんすよ、ひどいっすよねとかわけわからんこと言い出すの目に見えて分かってるからね、うん。まあたださえそれなってるからね。まあね、もう前のやりとりで見たらわかるでしょ。なんか絶対変なこと言い出すのわかってるからね。最近の楽器は本当に。ということはつまり今回のこのタイトルは天元うざいは天元がうざいじゃなくて天元の周りの子がうざかったっていう話なんだね。周りの子っていうか周りっていうかその子が。そいつが。天元がじゃなくてそいつがっていうことだったのか。なるほど。うざいじゃなくて天元うぜーかな。天元のうぜーって思う話だったっていうことね。はい、なるほど。そうです。じゃあ次二つ目が、天元謝るだったっけ？謝るです。はい。何謝るの？3月11日やったかな。3月11日、はいはいはい、はい。何の日か分かる？月曜日、あ、違う、月曜日じゃない、木曜日。木曜日だから、3.11 だから、あれですね、10年前に、東日本大震災があったことで、14時46分に黙祷を捧げるっていうのを、多分いろんな会社さんとか、いろんな地域とか、まあ、自治体とか、あと個人でもやられてる方もいらっしゃったと思いますけど。まあちょっと違うんですけどね。まあ防災の日っていうことね。まあそうですね。うん、で一応、シミュレーションとして、うん、まあ、災害起きました。はいはいはい、はい。電気を、水を止まりますっていう設定で、うん、はい。まあ今日一日、まあ半日過ごそうというような感じになってるんです。はい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 。で、当然炊飯器、電気使えないから炊飯器使えないですよね。そうですね。で、それで使えへんから、うん、念のためにガスコンロと、はい、はい、パパッとライス、はい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 、はい、湯煎して温めるご飯ね、用意してたんですよ、はいはいはい、うん、でも地震だったらガスも使えないよね。まあガスコンロは使えるからね。あカセットコンロのね、うん、うん、はいはいはい、あれは使えるね、うん、でそれ準備、まあ税務署にやっといて、はいはいはい、まあ、当日まあいつもね問題なかったんだけどね、はい、いきなりね火災報知器鳴ったんですよ。はい。で、カセットコンロ。で、はいはいはい。あれ今日って消防訓練の圧約したっけ？いや、してないっすよね。あれ？で、アナウンスで、うん。〇〇の部署、ところに、火事が発生しました。うん。機械的な音声じゃなくて、うん。あ、リアルな人の声で。うん、で、少々お待ちください。うん。
ってんって言って、何やってって。はぁって出て、一瞬止まった後に、うん、何やって出て言うて、場所どこや、ゲームの場所どこや、B、B の4か5か、わからへん。じゃあ、よう見ようって、B ちゃんや、A やんかという、まあ、ダドリがぐちゃぐちゃになって、うん、ダドリ着いたら、うん、カセットコンロで、うん、土鍋でご飯炊いてて、それ焦げて。え、あのパパッとライスじゃないの？使ってなかったよ。普通に米炊いたの。鍋で。土鍋で。土鍋で。しかも焦がして。あ、そりゃ、火災報知器なるわな。うん。なった。はい。誰が？知らん。あ、君じゃないんだ。俺じゃねえんだわ。うん。このパターンは、俺なんだわって言うのかなと思ったから、え、まさかって思ったけど。うん。で、それがなんか、うん、なんか食堂の人に頼まれてご飯炊いてたらしいんやって。はぁ、い。で、台所付近でやればいいのに。そうですね。違う、個室のとこで炊いててんって。そりゃなりますね。理由が、そこ、他の人が、うん、煙で出て迷惑かかるから個室でやりました。出とるわ、結局。出てる。大迷惑になってる。焦げてる。焦げてる。ほんまに火事になってるような匂いがしてる。うわ。煙もちょっと暗く。うん。そりゃ焦がしてるからね。で、もうちょっと遅かったらほんまに火が出るぐらいのレベル。え、その人土鍋でやったことないの？いや、そこまで詳しくは聞いてないんだけどね。なんか。焦がすってことはそういうことなのかなって。米で、うん、まあ、土鍋で炊けると思ったんかね。いや、炊けるけど。炊こうと思ったら炊けるよ。しかも美味しいし。ただ、うん、見ろよ、うん。そばにつきよ。なんで離れてんだよ、うん。炊飯器じゃねえんだから。うん、混ぜたりとかするしなきゃいけないでしょ。はじめちょろちょろ中パッパ、ジュージューしたら火を吹いて、赤子泣いても蓋取るなだから。なんでだよ。つうか、そもそもさ、俺が頑張ってさ、パパッとライスとかいろいろ準備した、うん、手配したのにさ、それ、無視、ガン無視、うん、パパッとはされなかったね。普通の。がっつりやってたね。普通のご飯炊いて焼くって、お前、お前。食堂の人もまさか普通の米を炊いてるとは思わんかったやろな。うん。で、まあ一応な。いや、誰もがまず個室でもやってるとは思わんよ。でよく土鍋もあった。あ、まああるか。うん、土鍋はあるんだわ、一応。うん、企画とかでね、はい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 、使うから。でだ、一応か、うん、掃除機鳴ってるからね。うん。電動でね、来るんだわ。来るね。来るね。で、来ますね。パニックになってる間に、はい。間違いでしたって電話したらよかったんけども。できなかった。できなかった。うん、で、やっとることで、うん。取りました。はい。そしたらもう、こっち半分くらい行ってるから、うん、職場まで行きます。まあそうだよね。半分切れ気味ながらだったし。そらね。リラックスした人がそう言ってきて、うん、で、一応管轄が、うん、自分の管轄、おー。なってるから、俺の上司で、理由分け言いに行って、うん、実はね、ちょっとこちらの方の間違いでね、なったんすよ。間違いってなんすか？こっちは人命かかってるから来てるんですよ。火災訓練とかの連絡も入ってませんよね。入ってないですね。すいません。で、そもそも、なんでそんなこと起きたんですか？今後のためにちょっと聞かせてほしいんですよ。女子これ。呆れるだろうな。女子これってですか？いや、実はね、ご飯炊いてたらね、ちょっと焦がしてしまってね。ああ。それどこだったんですか？個室でやってたんですよ。なんで食堂じゃないですか？いや、そこもね、なんか連絡がね、行き違いになってたみたいで。いやまあ、本当の価値なので、よかったですね。うん、でも、今後そういうことになったらあかんから、徹底的に指導はしてくださいね。うん、そうなんです、ね。あと、ついでにね、ちょっと、周りも他異常ないか、ちょっとチェックしますねって言って、うん、チェックしたら、まあ、ところどころ、隠れて違反してたところがバレてしまって、うん、防火扉とかの前に物を置いたりとかね、結構しょっちゅう。避難通路のところにちょっと物を置いたりとか。うんそういうの結構あるからねそういうのでちょっと怒られて、うん、まあそうなるよね謝り直して、うん、でその日の半分ぐらいはもう仕事できなくて、うん、そういう説明した後に
もう防災の日って言ってやるのじゃなくて本当に防災になったっていうね。それやった後に、うん、まあ、俺と上司で行ったから俺がやったみたいな感じになって、うん、そうなるよね、うん、で、あの一番上の人に呼び出しくらって二人で行って、うんうん、何やってんお前次何やってん、いや俺があったみたいな確定ですか違う違う違う、濡れ衣濡れ衣、いや違うか、むしろ濡れ衣があった方が良かったね土鍋には。で一応女子もかあの俺ちょっと弁護してくれて、うん、いやこの子はねあの僕たちはね管轄やったから一緒に行ったんですよ、管轄やったんだよお前ちゃんと指導するべきやったよね。いやそれもそうなんですけども、あの一応それどこの誰があったん、丸丸部署のまあ C ダッシュ君がこれがエクやったら俺ぼカマキ中でいくよな。まあね、うん。B ダッシュ君がそこはね。でそいつの上司は何言うてんねん。いや今日休みだったんで。ああじゃあ彼のダリールやろ、その大事なやつはそのダリが B ダッシュやったんですよ。ああそいつなんでたけると思った。てか、あの湯煎して炊けるご飯用意してなかった。いや手配しました、手配してます。はい、なんでってなるよね。なんでなんでってなるよね。なんでわざわざ米を出してやったん。むしろそういう企画書とかそんなもん出してないよね。あとちょっとみんなにな、言いたいことがあるからお前ら一緒に行こう言って、うん、職場に行って、うん、お前らに言いたいことがある、うん、お前ら傘が起きた時のパニック具合悩んでもあれはって。まあね、いざとなった時って動きづらいよね、うん、お前らの実際火事あったらさ、お前ら全員焼き死んでんぞお前って。うん、そう、まあ気持ちわかるわ、俺も一瞬ポカーンとしてたし、うん、ただ気持ちはわかる。避難訓練ってあんなだけもう新記録ぐらいのあ、だっさってのに、なんでお前パニックったって、うん、お前らなんでパニックったんって。訓練は訓練、本番は本番で、なんか分かれちゃうんだよね、やっぱり、ね、ということで今年の訓練は最低評価にします。俺も含めて。まあそうだよね。うん、そうなりますね。あー、避難訓練ダメだったか、残念やな。もうこれを避難訓練でやる上司もね、まあちょっと、あの、効果、分かったけどね。まあ、うん、楽しかったけどね。俺が避難訓練やったら、もう、俺ら焼け死んでたな、ほんまに、うん。実際ね、こんな堅苦しく言ってなかったよ。フレンドリーに言ってたんですけどね。めっちゃ軽く。それがもう面白かったけどね。うん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 、ただ、その上司の左右に俺と上司がいたから、うん、笑ったらあかんなと思って一生懸命こらしてたけどな。うんうん、まあ俺もまあ今はねそういう声の仕事してるけど、以前はスーパーで働いてた時、結構惣菜の方でぼや騒ぎっていうのもちょっとあったんだけど、まあそれもあったりとかしたから、もう本番だろうが訓練だろうがクオリティ高すぎる訓練、避難訓練の時も、うん、でぼや騒ぎがあった時ももうみんなスムーズにお客さん全員逃がして、すっごい綺麗だったよ。もうみんな的確な判断で動いて、これすげえな、もう本番来てもってか、もう今も本番だったけどさって、うん、ぼやなってたからって言って、もういつ何が来ても完璧だねこいつらっていう変な店長のお褒めの言葉いただいたけどね。あとちょっとこれ補足なんだけどね、うん、あの生の声でね、火事が発生しました、うん、少々お待ちくださいって言った子がね、うん、今年 MVP やった。おだって誰を真っ先に、うん、あのスラックあの指示出して、おあのそのアナウンスもやって、うん、真っ先に調べて駆けつけて、うん、消して、うん、で曇ってる煙あの排出させて、おこういうことありましたって言ってたからね。すごい。ただ普段のそいつが、うん、まあ俺らでいうところのあの人に、ああはいはいはい、はい、レベルで、うん、まあいろいろ全力でやっても空振りするっていうタイプだね。そうそうそう、うん、人で、あの残念な子、うん、なんですよ。今回はちゃんと空振りじゃなくて、あのジャストヒットしてホームラン打ったわけだ。そう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 。なるほど。というね、俺らがねパニックして、ね、ちゃんとできなかったから、うん、だね、うん、こいつらダメだな、俺がしっかりしないとって思えたんだね。
かな。もしくはなるほど。もしくは、うん、そうなってポカーンってする間もなく、うん、あやらなって意識でもうそこだったかなと思う。かな、うん、俺だったらすごいね。俺だったらもうあなんかなってるあとでまたこれ誤作動でも起きたのかな、しょぼくれのあれやってましたっけとかいう段取りやねんけど、その子は、うん、なった行かなって、もう失敗してもいいから行かんなっていう感じで行ったから、えらいえらい。かけあの僕らはね、あの僕ら遅れて駆けつけた時はね、うん、ヘルメット持ってあのその用のでかいボイスのやつ持って、うん、あの指示出してたからね。素晴らしいね、うん、その指示が的確ではなかったけど、あま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 あ、まあ、結果的には良かった。うん、いやすごいな、うん、すごい、うん、まあ、さっきのね俺のところ、まあ、いい評価もらったよっていう話さっきしたけど、まあ、それの時でも、まあ、どうせぼやかどうせ配線のところがちょっとショートしたのかなって、まあ、どうせ大丈夫だろうっていう会話しながら体は的確な判断の動きだったからねそれのねその子はすっごい判断力が今回良かったね。良かった、うん、俺らなんかあれもねてんてんてん何やもんコントだよねもうそれ、うん、てんてんてんあーっつって今なんて言ったっつって火災か火事っつって嘘何やっつってどこや場所分からへんなんでや今言ってたやろっつってなるよねなるよね、うん、って言ってる子がさあの、うん、いつもなんか残念な子やからさ、うん、どうしても一緒に止まってまうね、うん、なんか言っとるわから今なんて言ったって嘘みたいな、うん、なんかあの子喋っとるわ、なんかあったんかな、うん、え今なんて言ったってワンクッション遅れるよね、遅れるうーん遅れちゃうさすがに。でもほんまに手がくよかった、よかった、その日のヒーローだったな、評価めちゃ上がった。ただそいつがえそいつがえやったら、うん、さっきのあのティウティウやったらあいつだったらダメだね、うん、多分あいつだったらねもうアナスね、うん、ボロクソ言ってるから、ね、うん、多分ね、もしかしたら的確なその時判断したとしても終わった後にティウティウダメでしたねとか言ってくるタイプだね、だねむしろそいつひあのひあのひ連れてきてね、うん、一緒に謝ってたからね、お前も連れてたから謝れ今、うん、俺だけ怒られるの嫌やからお前も来いみたいな言ってくるけどね確かにね、まあそういうわけでちょっと、うん、まあ、それが、天元謝る謝りですの中かで、あとは、天元なんだったっけ、健康法を試す、健康法を試す、はい、これねあのちょっと、うん、まあ、職場層に言われてね一応、うん、健康についての本ねちょっと勉強してたんですよ、はい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 、はい、その中にねまあ、うん、キバスにちゃん本読んで、うん、まあ、ちょっとタイトル名がちょっと著作者とかの関係とかでいろいろ言えないんですけども、はい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 、まあ、あの3食は食べ過ぎっていうような感じ、うん、まあ確かに3食はねあの食べ過ぎっていうか、まあ2食ないし1食っていうのがまあ一応健康的にはいいっていう話はまあたまに聞くね、うん、でまあその本の話だと、うん、あの3食食べると、うん、もう最近現代人が糖質、うんを取りすぎてるから、ああはい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 、糖質を取りすぎると頭にダメージを起きて認知症になりやすい、はい、糖尿病のもなりやすい、うん、うん、まあ最近多いもんね、うん、うん、かといって食事改善で治せるわけはない、うん、うん、まあ治しにくいもんね、うん、だったら2食でいいんじゃないかっていう、うん、でもう一つがあの、うん、ご飯ね、はい。食べたらやっぱり内臓に結構負担かかるというかめっちゃ動くじゃん、消化しようと思って、はい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 、はい、で言ったらあのエンジンずっと回ってる状態になっちゃうから、そう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 、うん、で逆にご飯食べてなくて消化してない時間帯って言ったら睡眠時間しかないわけだ、うん、で睡眠時間宇津木さん何時間ぐらいっていう質問を俺に聞くと、俺ショートスリーパーだから全然あれなんだけど、一応平均は8時間って言われるよね、まあ俺は2時間しか寝てないんだけど、うん、で本当言ったら、うん、内臓がしっかり休まんのは16時間が必要って、うん、なってんかといって、まあ普通平均に人間寝るのは8時間ぐらい、うん、であと8時間どうやってあの内臓休めたらいいのって言ったら、うん、晩ご飯を夕方6時に食べます、うん、はい、でそしたら
朝ごはん抜いてお昼食べる頃にはちょうど16時間なってます。あー、なるほどね。だから2食が内臓にとっては一番いいし、うん、で糖質も抑えられる。はい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 。で、あと、まあ、現代人という日本人だな、うん、糖質ね、糖質過ぎたら認知症になりやすい、糖質、糖尿病になりやすいとか言ったじゃないですか、うん、はい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 。その一番の原因っていうのが、まあ唐揚げとか揚げ物系。ああ、揚げ物みんな大好き、揚げ物ね。で、あとドーナツ。ドーナツ、ああドーナツも美味しいけど、うん、全部ね糖がね高いよね、油もねあれだし。で、何よりも一番高いのは白米。白米、そう、日本人お米好きだからね、うん、まあ自分も好きなんですけど、高いよね糖質。まあ一般人で取るレベルでいい割合って言ったら、一番多いのは炭水化物。炭水化物で、タンパク質。タンパク質で、次に糖質。糖質、うん、まあ確かに高いねみんな。で、今現代人やったら炭水化物と糖質がね反転してるんだって、うん、糖質、タンパク質、炭水化物と。うん、なんだよこれ、日本人もう太る。まあね、うん、傾向にはあるよね、うん、だったら一食で食べた方が糖質は抑えられるからいいっていうのもある、うん、まあなんていうのかな、ボディービルダーとかね、そういう筋肉ねつけるっていう人たちは、ご飯抜いてでささみとかを食べるっていうのとか、まあ、もしかしたら皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけど、うん、まあ、そういう食生活をして、あとプロテインか、うん、で、まあ、筋肉の増量っていうのをやるっていう、うん、まあ、生活を送ってるかな。まあダイエットねしたことある人は、うん、まあ、分かると思うんだけど、初めてダイエットする人とか、うん、ダイエットして知識ない人は、うん、ダイエットって言ったら脂肪を落とすっていうイメージあるけど、うん、あ、違います違います。まあね、ダイエットって思ったら脂肪を落とすっていうのがね、まず最初に考えつくもんね。ダイエットは筋肉を増やすもん。そうだよね、うん、運動したら筋力量増えるんだから、で、まあ、そうなるよね。で、筋肉が脂肪とかのエネルギーを燃費が激しくさせるから、うん、たくさん食べても代わりに燃費がどんどん増えていくから、うん、まあ、ダイエットは筋肉を増やしましょう運動やね、実言ったら。そうだよね、言われると確かにそうだわ、うんうん、で、普通一般人だったらダイエット言ったら、うん、まあ、さっき思いつくのはまず運動、うん、で、その次は食事を減らす。うん、そうだね。で、この食事減らすのは本当はいけないってダメね言われてねえけど、それなんでかわかる？栄養を偏るんじゃないの？まあ栄養も偏るんやけど、うん、食事を減らしたら、さっき言った通りね、炭水化物とタンパク質、糖質とかあるじゃん、うん、で、食事を減らしたら真っ先になくなるのが、うん、実はお肉とか控えんなと思うから、うん、タンパク質がなくなるね。はい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 。で、タンパク質は一体何の仕事をするのって言ったら、うん、脂肪を作るわけじゃなくて、うん、新しい筋肉を作る材料やねんな。うん、そうだね。で、ダイエットでどんだけ運動しても、うん、筋肉をつける材料、タンパク質がないから、うん、結局減らないのよ。そうだね。うん。かといって代わりに、うん、米をまあちょっと減らしたりとかしたりとかいろいろしてるけども、うん、タンパク質が少ないから、うん、消費させるもんが材料ない、うん、だからそれを補うために、うん、プロテインでタンパク質取って、うん、筋肉作る材料を取りましょうみたいな。で、人間ね、飢餓状態になると、うん、真っ先になくなるのが筋肉やね。そうだよね、うん、それをだから腕細くなってお腹がポコッと出るっていうタイプになるんだよね。そう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 。だからそれは飢餓状態になると、うん、まあ、筋肉減る。それ、うん、筋肉が減ったら燃費がエネルギー消化させるための筋肉がなくなる、うん、消費がなくなるっていうことは詰めていったら当然供給と需要じゃない、うん、今消費とあれやったら、うん、入る方がどんどん高くなっていくよね。そうだよね、うん、どんなに燃費がどんどん悪くなっていくよね、うん、そしたら、まあ、どん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 太っていくよね、うん、そうならないために
タンパク質がいっぱい入っているプロテインを飲みましょうということらしいね。ただあの、まあ、別にある方を悪いこと言うつもりは全くないんだけど、まあ、以前、まあ、自分の近くに、まあ、あのダイエットするっていう人がいたんだけど、うん、まあ、その時に、まあ、食事制限してるんですよって言ってプロテイン飲んでたのよ。あ、プロテイン飲むのはダイエット、うーん、まああながち間違いではないけど、まあまあいいやと思って、あーそうなんだ大変だねって言いながら、あと食事もね決まってるんですよって言ってブロッコリーとゆで卵を食べてたのよ、うん、あーまあ、うん、まあそれでバランスは取れるのかって思って、でそれでまあ決まった食事取るの大変なんですよって言ってブロッコリーとゆで卵を食べてプロテインを飲んだ後に、その子の片手にあったのが某コンビニのチキンあのコンビニ あのレジ横にあるやつね、あれ持って食べてたから、えそれいいのって言ったら、いやあのプロテインとブロッコリーとゆで卵食べた後は何に食べてもいいんですよで食べてて、いやなわけねえだろうと思って、でしかもそのチキン脂身結構多いから糖高いと思うんだけどな、まあ本人がいいならいいのかなと思って、いやちょっと知り合いに、まあトレーニング、あのスポーツジムとかのトレーナーがいるから彼にメニュー作ってもらったんですよ、でそれがこのメニューなんですよって言われて、で聞いてて、あまあそういう専門家が言うんだったら間違いではないと思うよって言いながら、いや絶対間違ってると思うけどなって、で数ヶ月後に痩せましたって言ってきてくれたんだけど、見た目全然変わってないけどなって思いながら、まあ本人が言うんだったら、まあ痩せたんだろう、おめでとうって言ってあれだったんだけどね。まあまあチートデイとかそういうモチベーションっていう意味では食べていいと思うけど、プラマイゼロだよないやむしろプラスじゃないのプラスだよな、うん、悪い意味でプラスだよな。しかもそのチキン1個じゃないからね、2個食ってたからね、すげえなたまに俺もあの仕事終わりにすっごい疲れて、パッと手軽にあの電車の乗り換えの時の、まあ、5分ぐらいでパッと口の中に入れたいなと思ってたまにチキン食べるんだけど、食べるたんびに脂身多いなぁ、てか脂ばっかりだなぁ、もたれるなぁと思って1個食べるのが限界なのよ、うん、2個食うか元気だなぁと思って、うん、でその本ではね、うん、もし唐揚げとかその辺食べたかったら、うん、唐揚げ食べたかったら焼き鳥にしなさい、あーはいはいはい、はい、焼いたらもう糖が下に落ちるからね、そう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 落ちるもんね、うん、で小腹が空いたらあのサラダチキンあれを食べなさい、美味しいよねあれ、うん、一時期ハマった、でツナ缶もおすすめですって、おおツナ缶、うん、ただし中のオイルは抜いてください、うん、うん、君の場合は、その上にマヨネーズをかけないでください、はい、っていう感じかな、うん、であのタンパク質ね、うん、あの1日で大体取らなきゃいけない量も決まってて、ああうん決まってるね、大体いくつかっていうのは知らないけど、確かねその本によると、うん、自分の体重のかける 1.0g、 かける 1.0 っていうことは、例えばあの体重が 60kg の人だったら 60g 取らないといけない、ああはいはいはい、なるほどね、うん、まあせっかくなら 0.1 か、うん、でその 60g を取ろうと思ったら卵を12個食べないと取れない、うん、12個きついな。であの昔やったらね、うん、卵を1日1個だけにしなさいとか言うよく言ってた、これそれ上がるからって、あ、ね、うん、あこれ最近の研究でね、あの、うん、間違いですっていうのを書いてあったんで、なんていうか言うと、うん、卵の中にはあのタンパク質あの含めたくさん入ってるから、うん、でさっきも言ったようにタンパク質は筋肉作る作業ある、うん、でその筋肉と一緒に内臓の方もね力がつくから、うん、コレステロールをねあの排除する力も肝臓強めてくれるから、うん、あのタンパク質取るっていう意味では12個ぐらい食べてもいいと。ただし、はい、卵限定食べるんなら12個です。卵限定でね、他食べたらそれはそうなるわな、ね、うん、過剰摂取になっちゃうから。でそのタンパク質取るのも、うん、植物性動物性どっちでもええから、うん、あのほうれん草もしくはあのささみとかそういう系を、うん、バランスよく食べてくださいということです。うん、まあ、何事もバランスのいいね、うん、あの形にしないといけないからね、うん、
ちょっとそれ話もなんだけど、ちょうど月曜、うん、月曜日にそれ、読んで、月曜日からね、その1日、最初、1日食ぐらい、まあ、いけるかな、やってみようかなって思ったんですよ。うん。1日目ともかく、2日目ぐらい。はい。夕食時だったらね、空腹すぎて胃がめっちゃ痛いんだわ。あー、うん、なるよね。最初慣れなかったらね、きついもんね。だからとりあえず今はね、2食。うん。でやってます。おお。で、そのついでにね、ちょっと体の変化としては、まあ、まあ意外と体はね、軽くなった感じがする。うん、おお、うん。で、なるほど。最初の1日目、2日目はね、朝食の時めっちゃ腹なって、うん、広前持たなかったんだけど、はい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 、はい、まあその本にも書いてたんだけどね、はい、例えばご飯がね少なくなってきたら、うん、っていうか言うより空腹のやつっていうのは、うん、ご飯食べる時間ですよ、だから食べてくださいねっていう、うん、時間目指す時計みたいな代わりになってんて、はい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 、うん、なるほどね、うん、だから1日1食とか2食のを続けていったら、うん、体内時計っていうのが変わっていって、うんうん、まあ、朝抜いてたら朝食食べる空腹がなくなるという、昼まで持てるという、うんうん、ふうに、人間のね、エネルギーの消費量とかの、上限とかね、変えてくれるんやって、うん、勝手に。で、これ昔の話なんだけど、うん、まあ、昔の武士とかは戦場前やったら1日、うん、お昼に1食だけにして、うん、体軽くして、うん、長時間戦えるような体を作ったとかいう話もあります。最近やったらね、アスリートもそれやってるらしいけどね。うーん、さっき言ってたプロテインの話してくれた通り、うん、そういう風な話もいろいろ載ってて、ね、面白かったんですよ。へー、うん、でまあ今それを実践、うんうんうん、まだ1週間しか経ってないんですけど、うんうん、まあ、それを始めたっていう話だね、ことです。はい、でその健康を今やってます。うん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 、なるほど、うん、まあ、それがまあ今週1週間あったことっていう感じかな、ね、うん、ちょっとコメディ的なもんが一つしかなくてすいませんねまあそのね、いや一つ二つだろとか3分の2コメディじゃねえか、うん、いやすごかったな。いやまあ自分はね、新エヴァ見たぐらいしかなかったから、いやどうなのかなって思ってたけど、いや天元がね、いつもいろいろとね、一週間やらかしてくれるから。やらかすって言い方やってくれ。やらかしてくれ。俺がやらかすんじゃないんだよ。周りがなんかやらかしてくんねえや。まあ、本当に話題に耐えないね。神様、なんで俺をそんな波乱万丈な人生にしたんすか。いや、飽きないんだけども。いや、楽しいからいいんだけど。いやいいね、楽しいね。いや、面白いからいいんだけどね。まあまあまあ、いや本当に。はい、はい。以上、1週間コーナーでした。はい。そして、今度はまあ、今まではちょっとフリートークとかまあ雑談していたんですけど、今回、天元がですね、企画をしていたみたいです。はい、隠れながらちょっとさせていただきました。はい、まあ、一応まあ先にちょっとどういった内容かっていう話をさせていただくと、まあドッキリ企画を天元やってくれたんですよ。そうそうそう、私に。そうそうなんですよ。まあ後でまあそれの説明もちょろっとはいいけど、一応まあここでも言っておきますと、まあ先ほどのコーナーで私新エヴァをまあ仕事終わりに、まあ職場の後輩と見に行った後、まあさっき報告させていただいたんですけど、まあそれを天元うまいことね、これドッキリ企画にしようということで、まあ二人で新エヴァ見に行こうという約束をしていたということをね、僕が忘れているということで、お前忘れんなよっていうのを言いまくって、まあそれでごめんなさいって、まあ驚いて言うかっていう、まあ実験を、まあドッキリでですね、はい、やって、おります。はい。まあその時の私のリアクションを、まあ楽しもうというドッキリ企画に、なっておりますので、まあちょっと、まあ音声しかないんですけど、ちょっと聞いていただければと思います。はい。それでは、どうぞ。皆様、おはようございます。天元遊戯でございます。はい。まあ、昼見てる人も夜見てる人も、まあ、問答無用でおはようございますと言います。いきなり何を、これ撮ってるかと言いますとね、
よつきさんにちょっとドッキリを仕掛けたいと思います。いや、本当はね、これ4月にね、ちょっとやろっかなと思ってたんですけども、いや、ちょっとふっと思いついてね、やったんですよ。で、内容がっていうのを言いますと、よつきさんね、新エヴァの映画を見てきたっていうことなんですよ。で、まあ、これは特にね、まあ、見てくれた問題はないんですけども、ちょっと、ふっと思い、悪魔の囁きが聞こえましてね、なんで俺を誘ってくれなかったんや、約束したやろっていうような感じで、ちょっとドッキリをしてみたいかな、と、考えつきまして。いやー、これ、今、自分でも思うんですけどね、立ち悪いよなぁ。いやー、これをね、いきなり映画見に行こう、俺見たよって言い出したら、約束したやろっていうちょっと逆切りをしてね、自分が。そしたら、ゆずきさん、どんな反応をするのか。いやー、ちょっと、罪悪感半分、楽しみ半分ですね。まあ、一流流れは、続きを見てまたいいと思います。それでは、どうぞ。もうすぐね、待ち合わせの場所に着けます。いやー、すげえ雨だな。さあ、どんな反応してくれるかな。ちょっと楽しみですね。立って待ってる。あー、罪悪感感じる。さあ、どう反応してくれるかな。やっと来たよこいつって顔してるな。今からその顔ちょっとどんな反応するか楽しみでしゃあねえわ。うわ、性格悪。よし、じゃあ本番ですよ、本番ですよ皆さん。よいしょ、お待たせ。せえな、悪い悪い、ちょっと野暮用でね。なんやねん。まあそれ後で言うわ。いや、雨ですけど。雨やね。雨やね。どうします。え、どうします、雨ですけど。なあ、何どうしますって何なの。どうしますってどういう意味の。え、安くしてたよ。何を。え、エヴァ見に行くって一緒に。あ、そうなん。うん。いや、昨日行けへんから。昨日ちゃうわ、前さ、エヴァ時間見た。え、時間、え、調べてくれるんちゃうの。何も言ってないやそんな話。いやいや、やるって言ってたんや。先週言ってたん、見れへんかったからやるわって。で、うん、じゃあ行こうっていう話や。その話はしてないけどな。いや、した。時間を俺調べるとも言ってないけどな。いや、したってしてないってか、まずその言い方は絶対してないっていうのを俺は確証した。なんなん。君の言い方のそれは俺言ってないなって思った。なんなんそれ。で、でエヴァ見に行くねんけどさ。うん。で、まさか一緒に見てへんやな。さっき見てへんやな。一緒に見に行くって約束したもんな。俺見に行くって言ったよ。え、一緒に見に行こうって約束したやん。言ってない、それは確信的に俺覚えてる。いやいや、一緒に行くって言うたって。え、なんなん。それがやりたかっただけかよ。はいはい。で、はいはいじゃなくてさ、え、約束したやん。なんで勝手に行くん。してないな。いや、で、一緒に行こうって言うた先週。まあ俺は何回見て行って見に行ってもええけど。いや、ええわお前一人で見に行ってんやったら、もうええわ、楽しみしてたのに。で、あーもうテンション上がった。それがやりたかったの。え、ちゃうわあんな。何。何じゃなくてさ。何。いや、まず言ってなかったやん。で、しかも俺、来週行くって言ったやん。いや、先週な、意見は言った後さ、まあ、どうせ来週行くから行こうやんって言うたやん、俺。いや、マジで言ってないで、それ。いや、言うた言ってた。マジで言ってないで。いや、言うてたって。で、なんなん、一人で見に行ったんかよ。俺、行くって言ったやん、まず。ちょっと楽しみしてたのに、俺してく、一人行くの待って、我慢して待ってたのにさ。なんなの。で、いや、でじゃなくて、
で終わるな、終わるなよ。いや、まず、先週そのことを言ってない。いや、こういう映画館行くっていう約束をまずしてない。で、俺行くっていうのを職場の人と行くっていう話はしていた。から、俺はデッドしか言えないのよ。いや、とりあえずなんか、俺の気持ち考えてよ。気持ちって言われてもな。いや、謝るとかさ、一応、建前だけでも。なんというか、まず君の言い方的に、すごい準備感がされてるような言い方にしか聞こえないんだけど。そんなわけないし。どう思っても、君の言い方的に、これは、あ、事前準備してきて、こういう風に言ってみようっていう感じがすごい見えるから、俺はごめんなさいとも逆に言いづらいのよ。すごいそれが見えてるのよ。だから、で、としか言えないのよ。くそ。で、しかも、もし俺が、職場の人と見に行くとも言ってなかったり、今日見に行こうって言ってたら、まずツイッターで君は絶対に、お前先見てんなよって言う。で、どう？皆さん、ドッキリ大失敗です。絶対それしてるなって思ったから。バレてるよこいつ、面白くねえ。だって言い方おかしいもん。面白くねえわ。だって言い方おかしいもん。普段の言い方じゃないもん。なんで普段と一緒やろ。全然。いや、何が違うんよ。もうなんか棒読み感があったもん。棒読みしてへんし。どう考えてももう入った瞬間に怪しいなって思ってたから。なんかそんな空気出してた俺。うん。そう、すっごい見え見えなのよ。ああ。で、この言い方をする、うん、これは茶番だな、でもこんな茶番ここまで長くするのはおかしい、撮ってるなって思ったから。で、しかもエヴァのネタだったからネタバレもしてないよ。お前さあ、はい、おかしいな。なんでだよ、おかしくねえだろ。いや、全部当たってるだろ。当たってんだよ、当たってんだよ。全部当たってるだろ。いや、くっそ、ちょっと押し切ったらいけるかなと思ってた俺、バカやったわ。甘い。くっそー。甘い。はい。でもな、本当に撮ってるかどうかの確証はなかったから、ちょっとマスクしたまんまだったけど。ああ。はい。はい、残念でした。くっそはい。ドッキリの方では失敗となりました。こいつつまんねー。はい、つまらない男です。いや、押し切ったらいけるか、思ってんけど、無理やったか。演技力がなかったか。うん。なかったっていうそこ。そこって言うたよ。100% そこ。俺頑張ったぞ。一瞬、ん？いや、俺そんな約束したっけなって思ったけど、いや、まずしてなかったしな。てか、この口調なんだって思ったもん。いや、口調、そんな違った俺。うん。全然違う。今と全然違う。後で、聞き直したらいいよ。こいつどう考えてもおかしいって。ああ、くそ。もう君の茶番モードの声のトーン。うそ。残念でした。ああ。はい。じゃあもう、これ終わりだと思います。解散。はい、お疲れ様でした。はい、こんな感じでドッキリをね、点検やってくれました。大失敗だよ、こんちくしょう。いや、だってさ、もうなんか、点検の言い方が、まあ、もしかしたら皆さんはちょっとわかんなかったかもしれないんですけど、まあ結構点検とね、つるんでもう10年ぐらいになるんで、もう彼のなんか言い方が、すごいなんか、不自然だったんですよ。なんかいつもと違うなーって、まあ、車でやってたんですけど、まあ、車乗った時になんかいつもと違うなーと思って、なんかすごい準備感たんまりある言い方だなーと思って、今から言うんですけどね、うん、水曜日からねこの企画考えてたからね。水曜日から、うん、悪魔のささやき的なことを思いついて、うん、よし実行しよう、どうタイミングで言うか、いやこのまさにそのタイミングしよう。台本作るか。いや、普通に台本作るとダメだな。こいつどういうル、
こというか、そういうのをルートでして考えるか、一つ一つ。こういったこういう感じで、こうこう、そうだな。他にも言いそうな、こういう感じだな。そうか、こういうこともあるな、とか言う。めっちゃ考えたんですよ。残念でした。そしたら、俺の右斜め上だったからね。まあ、ただ申し訳ないのが、まあ、最初撮ってるって思ってなかったから、このテンションじゃないのよね。もう普段のプライベートのもう暗い感じの、ちょっとテンション低めの、で、しかも天元来るの遅いなーって思ってたから、遅いなーって思って来て、お待たせーって言うから、遅いねーって、いうところから始まってね。で、そっから、雨降ってるから、まあ、この収録どうしようかなーっていうのを相談しようと思ってたら、どうするって、雨降ってるけどどうするって、普段の、最近ね、開封動画とか撮ってるスタジオまで行った方がいいのかな、もしくは、まあ、今までの通常の配信のようなスタジオだったら雨音聞こえるから、どうするかなと思って聞いたら、エヴァ見に行くって言ってたじゃん。そんな約束してないけどなと思って。で、いや、そんなこと言ってないけどって言って、ね。いや。で、なんか口調がいつもと違うなと思って、これは茶番だなって。そんなことないよ。いつもと同じ口調だよ。いや、全然違うかった。天元、全然変わってないよ。変わってた。そんな、普段と全然違うもん。天元、何も企んでない。ピュアな天元、信じて。何も企んでない。めっちゃ企んどっただろ、あれ。かなり準備してた。もうなんかすごい準備感がもうね、匂ってきたから、もうこれは茶番だなと思って。で、まあ、こっちも、いや、その茶番がやりたかったのかなと思って、で、もう終わっていいの？いや、まだかって、まだ続ける？で、どうするっていうので、で、って言って。こいつがそのでって言ってばっかり言ってくんのかなって。以上で、俺がね、想像してたのは、ギャグ切れして、こいつ、うっぜーとか言い出すルートと、切れたらそうなるよね、俺も。いうルートと、うん、いや、ごめんって、いや、じゃあ一緒に行こうかっていう、まあ、素直なルート。まあ、行こうかとは言ったじゃん。素直じゃないけど。俺は何回見てもいいから、とか、あとはな、あ、もう話したくねえわという感じとか、あと言い訳ばっかりするルートとか、いろいろ考えたけど、まさかでって、そしてそう、もうこの茶番いつまで続けるのかなっていう、そしてさらに言ったら、もう今日予定いろいろ詰まってるけどって思ったから、で、初っ端だからバレてるという。うん、で、こういう魂胆だろうっていう解説をしだすからね。ね、こういう魂胆で、こういう風に思ってやってるんじゃないのということで合ってるかなって聞くっていうね。多分ね、クソとかね、とか言ってるの俺言ってると思うんですけども、うん、その時にね、あ、これダメだと俺思いましたもん。うん、でも、やるしかない。これは押し切るしかない。皆さんがこいつの、よつきさんのちょっと違う一面を見せてあげたい。どうしても見せたい。ある意味違う一面も見れたんじゃない、このなんか変な暗いで、しかも変に的確な、そういう一面じゃないんだよ。俺が見せたかったのは喋るっていう、そういうのじゃないんだよ。もうよつきつまんねえやつだなっていう。いや、俺はそういうのじゃなかったんだよ、うん、なんかこうもっとね、キャピキャピした感じで、ごめん、すっかり忘れてた、ごめん、申し訳ない。じゃあ、行くっていうような感じを求めてたんだよね。ちょっと、今の言い方気持ち悪い。いや、まあ、ちょっとね、課題にはやったけど。それ言ったら俺、これ言うつもりだったけどね。うん。でとりあえず一つ。まあ、とりあえず、まあ、そういう風な感じのシチュエーションを求めたなんだよね。そう。それを、こいつ、茶番だな、これ、と思って。でこの茶番いつまで続けるのかなって、でどうするって、雨降ってるけどどうするっていう。てか仕掛けてんのちょっと嘘つ、気づいてたんだ、乗ってくれてもいいのに。いや、気づいてはいたんだけど、まさかそれをドッキリで撮ってるって思ってなくて、でそれ気づいたのが、まあ後半あたりでチラッと、あれ天元いつもスマホ、まあ天元は携帯持たない人なんで、持ちたくない、うん、以前までは持ってたんで、前使ってたスマホはあるにはあるんですよ。ただ普段持ってこないんで、うん、それが天元の車の中に置いてある、珍しいって思って、
で、それでこれまさか撮ってるのかなって思い始めて、で、ただその確証がなかったから、いやもうこのまま自分のこの流れのまま行くしかないなと思って、で、まあ、こういうことがやりたくてこういう風なことを言ってるんだよね。合ってる？っていうようになったんですよ。やめて、これ以上俺の心をズタズタしないで。うん、で、あと、まあ、皆さんは音声だけだから、まあ、その場の空気ってあんまり感じれないかなと思うんですけど、なんか、相手が怒ってたら、なんか空気重いじゃないですか。全く重くなくて、もうなんかこれは違うなっていう、もう天元怒ってるような空気じゃなかったんで、で、しかも天元半笑いだったんですよ。これは怒ってないわ、と思って。で、しかも、天元結構、まあ、優しいんですよ。優しいから、こういう関係でもし約束すっぽかしても、天元怒らないんですよ。まず。そこからまず怪しかったのよね。ああ、うん、優しさがあだだったか。そう。っていうのがいろいろ合わさったから、うん、これは茶番だな、と思って。で、今日はそういう気分なのかな、と思ったから。うん、まあ、そういう気分じゃなくて、企んでたんだよ。ただ企んでたんだよ。乗ってあげればよかったんだけど、ごめんね。そこまで気が回らなくて。いいよ。水曜日から準備してた。俺がバカだったよ。申し訳ない。本当にごめん、それは。はい。水曜日から準備してたのに、したのにな。うん、いいよ。別に。気にしないから。めっちゃ考えてたんだね。すっごい考えてた。台本持ってきたらバレるからね。一生懸命台本覚えてきたからね。まあね。シチュエーションも一生懸命してきたからね。で、その後のフォローも一生懸命考えてたからね。ギスギスした空気なんとかせなあかんなっていう。まあね、ギスギスしたらやりづらいからね。そのフォローのをどうするかっていうのも考えてたのね。全くいらなかったっ。いらなかった。こんなに、すぐバレるとは思わなかった俺も。もうなんか空気が違うんだもん。いや重くないんだもん空気が。いやだってな、もう安くしてないもん。勝手に俺が安くしたって言ってギャグ入れすんのもね。まあね、演技とはいえなかなかだったんだよな、うん、いや全然できてなかったけどね。うん、できない。うん、押し切ったらなんかごまかせるかなと思ったけど無理だった。いや押し切ったところでもうなんか、うん、これは、うん、怒ってるムードじゃないなーって思って、もうこれはもうどう見ても茶番って言ったらあれなんだけど、もうこれはなんか仕組まれてるなと思ったから、あそこでドッキリっていうのをねちゃんと気づければよかったんだけど、逆にちょっと俺は恥ずかしい一面を見せてしまったよ。いやいや、そんななんか陰湿な性格悪そうなやつをね出しちゃったから。性格が悪いというよりなんだよこいつ、本当につまんねえ大人だったな。そうなの、大人になったんだよ。天元はプライベートでは子供です。プライベートじゃないところ、え、平屈な子供。結局子供かよ。おう、こっちはプライベートはまあ、いやそんなに暗くはないんですよ。暗くないし、ね、皆さんがさっきのね、ドッキリの内容みたいな感じのね、そんな人のね、重箱の隅つつくような性格っていうわけでもあるな。あるな。ありますね、ありますね、ありますけど、まあでも普段そういうのは出さない人なんで、皆さんこれは、ごく、私のごくちっちゃな一面なんで、それが素だとは思わないでください。必死に弁解をしようとする俺。今画面映ってないけどね。一生懸命、画面前で謝ってるからね、こいつ。手動かしながら謝ってるからね。いや、本当に。いや、普通の人なんですよ、私は。普通の。なんだろう。すごく前にね、はい、俺が中二病ポーズした時みたいな感覚だわ。ああ、まあね、まあね。ああ、お前はこんな感じで俺を見そうだなっていうの、今すっごくわかる。で、さらに似たような話だと、あれ、いつだったかな、結構前だな、リバースの最初トライアルデッキが、まあ、各何期生ごとって出た時に、あ、はいはいはい。3期生と4期生の開封を、収録するよって、あの時ちゃんと言ってたのに、天元、開けちゃって、
で、それで、お前な、吐けんなって我慢しろって言っただろっていう、こっちが切れてやったっていうのはあった。だからそれを思い出した。あ、そういえばあったね。忘れてたわ。うん、俺忘れてたわ。あれを思い出した。そうか、それ、そのパターン思い出したかったよかった。くっそ、うん、だあれをリスペクトしてやれば、もしかしたら、ちゃんと演じれてたのかもしれない。気づかなかったかもしれない。なんで俺こいつにダメ出しされなきゃいけねえんだ。あのね、なんか、まあ、職業柄、まあ、職業柄じゃないな。結構自分の方も職場に後輩たくさん出てきたんで、まあ、だんだんと自分も上に立つ立場になってるんですけど、で、まあ、ちょっとね、いろいろと公に出る舞台とかで、後輩がミスしないように、結構指摘をすることが多いんですよ。で、指摘しすぎて、周りからちょっと今、嫌われちゃってるんですけど、じゃあ俺も。指摘しすぎて。俺も嫌っていい？やめて、やめて。君たち、少なくともチームアースに嫌われたら、もう俺、やっていけない。最後の砦だからね、君たち。ちょっとね、午前2時になったら、わら人形持ってちょっと、行ってくるわ。やめろ。なんで午前2時、牛蜜時か。やめろ。よつき、てめえよくも指摘しやがって、なんで乗ってかねえんだ、感じくしょって。ほんと、その、乗らなかったことに関しては、本当にごめんなさい。それは私が悪いです。もう、なんだろう、わら人形を木に受けつ、もう、ターキーつけた後、その木増してやろうかと思う。やめろやめろ、火事になるわ。まあ、ある意味、大炎上だけどね。まあね、炎上するね。炎上したけどね。はあ、はい、まあそんな感じでね、今回は天元が、企画を持ってきてくれまして、まあこんな感じでね、ドッキリ大失敗ということに、なりました。ああ、よかった。ドッキリ大成功っていう紙挟んでよかった。はい、残念でした。まあ以上、まあそれがまあ通常のまあ、このね、配信のコーナーと、なっております。で、そして、皆さんお待たせしました。はい。まあ、前回からね、言っていたように、VTuber 化、私たち、今回からね、していきたいと思います。お、とうとう。ついに。まあ、ちょっと、準備しますので、少々お待ちください。から、はい。お待たせしました。この青髪の方が、私あさとよつきになります。こんな感じになりました。はい、はい、この目が死んでる野郎電源ゆきです。いや、こっちも目が死んでる系はあるけどね。はい、こんな感じで、VTuber、これからまあちょっと開始させていただきたいと思います。イエーイ、イエーイ。画面が狭いから、これ以上動かね、動けねえ。動けねえ。まあ、結構首とかもね、動かすことが、まあ専用のモーションキャプチャーを使ってるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとまあ宣伝も兼ねてお話しさせていただくと、カスタムキャストさんのアプリを使いまして、まあ、そこでオリジナルの、バーチャルのね、キャラを作成して、で、それを使ってですね、今、収録をしております。くそ、え、くそ、なんだよ、 お前のところに行きたい、行けない、この壁が邪魔だ。残念でした、残念でした。はい、新しいこのバーチャル世界、今どんな背景なんだっけ、これどこだっけ、これ背景ね、まあ今まで通りのあのスタジオにはしようかなと思うんで、多分おそらく今もそんな感じになっているかと思います。いずれはね、このバーチャルな世界、狭苦しい、狭苦しいスタジオを飛び出してね、うん、冒険とかしてみたいね。冒険、ほう、例えば、そう、例えば馬車に、馬車に乗った人が盗賊に襲われて助けに行ったら、お姫様が乗ってる、いやー、ハーレムの第一歩だぜみたいな。どんなんだよ。転生したら、じゃあ転生したらバーチャルになってハーレムを築くという。何そのラノベみたいなの。ナロー小説だね。ナロー小説か。あれ、俺なんかやっちゃいましたみたいな。やっちゃってるね。やっちゃってますね。やらかしてます。
まあいざとなったらね、電源あの銃持ってるんで。なんか持っとるね。持ってるんでこうやって。こっちないんですよ。まあ下見たらこんな感じになるんですけどね。ちょっと。まあちょっと首は動かせるんですけど、ちょっと首から下がねあんまり動かないんですよ。ちょっと残念ながら。あ、俺も手が動かねえ。ダメだ。手がね固定になっちゃってるんですよ。はい。この世界行くのに手の受肉を失敗したみたいだ、うん。ちょっとセメントで固められてるんでね。固めるなよ、マヨネーズにしてお願い。舐めるから、舐めるから。ベタベタやないか。すするから。すするな。まあ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 。で、まあこれ、まあその専用のモーションキャプチャーというものを使ってなくて、ちなみにまあちょっとネタ話をさせていただくと、はい、まあ、これ今、お互いの iPad を使って、そのカスタムキャストさんのアプリを起動して、まあ撮影の収録をしております。おお。まあ、なので、まあ映像認識というですね、特殊効果をちょっと使いまして、まああの僕らの動きを iPad の、内側のカメラ使ってね、その動きを読み取っているっていう形になります、まあ、なので結構口パクパクね、しているかとは思うんですけど、まあ喋ってなくてもパクパクね、するかと思いますけど、まあ、それはカメラがね、ちょっとの動きでも認識してくれるんで、ちょっと開けただけでも口開いちゃうっていう感じになっちゃいます。はい、はい、あー、この姿、うん、懐かしいな。懐かしい。一応この姿ね、うん、一昔の天元の姿なんでね。一昔。はい。まだこの時は天元遊戯と呼ばれてなかった時かな。ほう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 。そう。あれは。あれは？16,000年前ぐらいか。アクエリオンかよ。そこの戦いの時になってた姿がこれなんだよな。どんな昔だよ。あの頃は良かった。あの頃は、はあ、そう、あの四月っていう戦友がいてね、あそいつがね最後ね、なんか宝玉の竜と機械の竜の間に挟まれてね、みんなやめるんだ、そうパーンって何ですか、そうやって焼かれたよ。なんでお前知ってんの。なんでお前知ってんの。あの学生時代に君が見た夢の話だよね。いや、確か夢じゃなくてあれは現実だから。現実、あの多分俺バーチャル世界にいたから。その世界で俺モテモテではなかったけども、モテモテではない、まあ、いろいろ戦ったからね。子供2人いたからね。ああ、まあそうですね、そうですね、うん、その部分の詳細に関しては、確かあれは FC2 小説だったかな、アースオブエンドオリジナルが確か出ていたと思うので、まあ、そちら見ていただくと、まあ、その話が見れるかな。残念、あれは実はフィクションではなかった。フィクションではなかった。バーチャル世界のリアルな話だった。あ、そうだったのか。だからね、このスタジオの後ろはね多分異世界が広がってると俺は信じたい。まあ宇宙が広がったりいろいろしてるんじゃないかな、わかんないけど、どうなのかな。騒げてきたいだ、この銃の出前見せてやるぜ。おお、でもあの話君銃使ってなかったよね。あ、この世界じゃくじ笛吹けねえ。残念でした。クソ、やっぱり目が死んでるからか。もうこっちもあんまり目が生きてるっていう感じはしてないけど、まあいいかな。へいへい。なんで頭に何数の子つけてんのそれ。数の子じゃないよ。いや、夜月だから月つけてるんだよ。意外とトレードマークになるかなと思って。これこれこれ。あー、それね、月ね、それね、うん、それちょっと成長したらさ、うん、こうビームが出たりとかカッターナイフみたいに飛ばせくんでしょ。どこの PP 天使だよ。うわー、こいつ、いや天使じゃないんでね私。まあそんな武器持っててもね、天元この世界では強いから。ああ、すいません、強い、すいません、あのすいません、強い、あのすいません、強い、すいません、あの、あ、勘弁してください、勘弁してください、勘弁してください、
いや意外とこの、うん、馬肉か圧かけれるな意外と圧かけれるな。勘弁してください勘弁してくださ い, いや圧かけてるつもりはないんですけどね。いつもはね常備してるスモールライト今壊れてるんで反省の色を出せないんで反省してないのできないんでちょっとこの世界ではちょっと反省できないんで。あビッグライトも壊れてるんで反省してない。一応中は反省してるんで中は、はい、中の俺の中に入ってるエントリープラグ的な部分ははい反省してるんで。反省してると。はい、まあそういうことにしときましょうかね。よっしゃごまかせた。ああやめてくださいやめてください。だからスモールライトないんですってスモールライトないんです。いやーこの馬肉化は圧かけれるの面白いな。天元も圧かけたい。圧頑張ってかけてよ。効果効果。おかえりどこ行ってたの。それ圧ご飯作って待ってたよ。ほらご飯見てよ。美味しそうなマヨネーズかかってるでしょ。今日のご飯はマヨご飯よ。え外で食べてきた。ちょっと待てもうそのネタはやめとけ。ちょっと聞いてたけどさ、ちょっと待てちょっと待て、そのネタはやめとけ。うまくちょっとね人気が出たらボイスドラマ撮ろうかなと思ってるからそのネタにするからやめとけボイスドラマやるの。さやりたい。はい、ドッキリの大炎上してるでしょ。あまあでもドッキリよりも演技力あったよ。本当に？うん。僕のことそんなに思ってない？ん？え？その数の子美味しそうだね。数の子違うよ。いつからお前月の石なんていう進化のアイテムを手に入れたんだ？ピッピじゃねえよ。ピッピ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 ちげえよ。ちょっと引くわ、ちょっと引くわ、ちょっと引くわ。おい、やめろ。だからスモールライトないからこれが限界なんだって。やめろ。ちょっと今修理屋さんに出してるところだから。あでも首が動けばあれできるかな。ん？曲のやつこうやるやつあったじゃん。首振ってるやつ。うまうま。それ振る。振る。うまうまダービー。それじゃない。うま娘。はい。うま娘って。あ一応俺馬主なんで。あーそっか前回の配信ね夜月チャンネルの方では最終回の方で言ってたね。ウマ娘やってるってやってるやってる。結構ね電車で通勤する時とかもよく見かけるようになったわね。ウマ娘まあ自分はやってないんですけどね。あれはマジ眠くなる。寝不足なるほんまに寝不足になる最近ずっとポケモン私はやってるんですけどね。確かねあれ雪風じゃねえわユイハがねやってるんすよ、うん、で、まあ、好きそうだもんな。ユイハが、うん、ポケモンでいうところのね、うん、チャンピオンとこ勝ったんですよ。はい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 、はい、で俺はね四天王止まりだったんすよ、うん、もう対抗心で頑張ってますはい。ちなみに一応メインはちっちゃい頃思いっきり流されたオグリキャップで。オグリキャップ。はい。ほう。オグリキャップ。好きです。まあ自分もやってみようかなとは思うんだけど、ちょっと今ポケモンにね専念してるから、まあやるとしてはもうちょっと後かな。ああ。まあ最初はね、最高の星が3なんで、うん。それ以降ね好きな取れるから。いつ始めても大丈夫だと思うよ。ほう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 。ただ夜月さん的にはね、うん、名前忘れたけど馬娘の中に、うん、覇王の名前を持ってる馬娘いるんすよ。なに圧かけないでください。なに圧をかけないでください。それは本当か。本当だ。それは本当か。これは始めるべきか。ただ、うん、名前が覇王ついてるだけで、うんうん、見た目が覇王でもなんでもない、うん、どんだけそうだな。可愛い系、綺麗系、ちっちゃい系、大きい系、男系。
断層令嬢って感じかな。断層令嬢、かっこいいんじゃないかな。どっちかというとあれだ、演劇の部長みたいな感じか。演劇の部長、うん、そんな感じ。演劇の部長、え、なんかイメージがつかない。なんか演劇やってる人みたいな感じ。ほう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 、ちょっと調べてみよう。馬娘、名前、名前がね覚えてないんだけどね。テイエムオペラ王、あ、それそれあー、はい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 、なるほどね、なるほどね。うん、バーチャルの、ちゃんとネット世界を崩してるよしさん、すげえ。仮面ライダーダブルみたいに、フィリップみたいにね、あの星の本棚の頭の中にあるから。あれ、ただ月だけははみ出てね、顔に出て頭に出ちゃってるんですけどね。ダブルだったら俺がフィリップ役のはずなんだけど。おかしいな、服装的に翔太郎なんだけどな。翔太郎お前だよね、うん、俺フィリップだよな。おかしいな、頭の中に星の本棚あるわ。俺ちゃんとトリガー持ってるからね。トリガー、ルナではないけど。ちょっと待って、トリガーは翔太郎側じゃないの。あ、ちょうどお前ル、あの次ついてるから、ルナ、トリガーマジか実はそうだった。マジか、そこリスペクトか。ちょっと青い服ないか、ちょっと探してくるわ今度。あいやいやいや、そこまで俺はやらない、やらない。そうか、ただそいつ、青とあると欲しいな、やろうかな。ただそいつね、育てのクソ難しいんだわ。マジか、まあ難しいやつほどね、うん、あのやりがいがあるわ。一番簡単なんが、あの、うん、桜爆心王っていう、また決体な名前だな。あんまり競馬のこと知らないんだけどさ。俺も知らない、馬娘から入った人から俺知らない、うん、競馬で知ってる馬っつったらね、やっぱり有名どころのディープインパクトかな。俺はオグリキャップしか知らない。オグリキャップしか俺は知らない、うん、まあ馬の話はどうでもいいんだわ今はバーチャルの話をするべきだ。バーチャルバーチャルじゃないよ、バーチャルだよ。まあやっとこれでね、一応バーチャルジュニクは、することができました。まあ天元がね、バビ肉はちょっとまだしてないけど、バーチャルジュニク、まあ、VTuber したいって聞いたら、やってみたいって言ってたから、ようやくそれを叶えることがまあできましたよ。一応俺中性的な格好してるけど、これ男ですからね。まあそうだよね、声的にも男だよね。バーチャルの世界でも男だからね、うん。え、まさかバビ肉したい？あ、需要ある？いや、どうかな、まあ、需要あるかないかは分かんないけど、まあ、でもぶっちゃけあれはやりたいかやりたくないかじゃないの。需要あるんだったら俺ここの銃を外すしかねえんだよな。銃を外して山をつけたらいけるとは思うんだがな、うん、山2つ。ああ、そういうことね、うん、やっぱりそれつけないと女にはなれないからねまあでもね、あの、まあ、知り合いと言っていいのか分かんないけど、カッカはねバビ肉化したし、ね、カッカちゃんがいるから。テンちゃん、テンちゃん行く？行かない。テンちゃんやってもいいけど、テンちゃん行かない。ボイチェン用意しないといけないからね。テンちゃん行かないの？まあ君の場合それでもいいかちょっと何言ってんだよ。ああ、あのだからスモールライト今雪風に修理頼んでるから勘弁してくれ。雪風修理できんのかすげえな。ビッグライトはあのネクジェに頼んでるからなんでだってネクジェでかいし。でかいか。でかいの好きだし。あ、まあでかいのは、ああ、うん、雪風はなんかスモールライトだったら俺修理できるよって前言ってたし。あ、そうなんだ。ただ修理できたらちょっと使わせてくれって言ってたから。何に使うんだ。皆まで言わせんなよ。いや、これ2人にバレたら俺終わるな。いや、2人聞いてると思うけど。そう言えってよつきさんが言ってました。言ってねえよ。そう、あの台本に書いてます。台本ないよ。台本、あのバーチャル台本がちょっと。バーチャル台本ってなんだよ。あの画面の下の方にちょっと、枠外の方にちょっと。下概要欄かな。
概要欄にはなさそうなんだけどな。皆さんには見えないと思うんですけどね、この枠の下あたりにね、枠の下、あの台本置いてるんですよ。ない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 、ないよ。雪風とネグゼを、まあおちょくれみたいな。おちょくれってえらいアドリブな。そう、そんな台本書いてあるんですよ。ざっくりとした台本だな。それよつきさんにやれって言われたんですよ。だから俺は言うてない言うてない、俺は悪くないよね、悪いわ悪いわ、悪意 100% だよね、罪悪感 0% だよね。いや今回台本あったのは天元のやったドッキリ。それを言うのやめろそれを言うのやめろ、え、それを言うのやめろ。大失敗した天元のドッキリ企画だから、それを言うのやめてくれ。まあでもな、そのドッキリ企画のせいでな、俺の性格の悪さ見えちゃったしな。悪くない、お前は性格が黒いんだ、腹が黒いんだ。まあね、黒担当ですから、チームアース黒担当のあさとよつきです。はい俺赤担当なんだけど、会話で赤ってなんかある？なんだろうね、赤って言ったらやっぱり辛い食べ物のイメージがあるんだけど。え、俺辛いもんチャレンジすんの？いや辛いの、俺面白いけどね、俺辛いのはいけるからね、うん、平気だからね。へー、そもそもバーチャル世界に、この世界にね、辛いもの、辛いものがいけると。あのバーチャル世界には辛い食べ物はない。ほう、所詮バーチャルだからね、かあの味味覚ないから。うん、じゃあ企画立てましょうかね、バーチャルで。まあこの VTuber のね、バーチャル受肉したんで、まあ食わず嫌いをやってみようか。俺が死んだら皆さんのせいです人のせい。これがクズ天元です。クズ天元、下道天元とも言う。下道が、そんなに悪が板につきたいか。だったらかまぼこになりな懐かしいな。何のネタだっけこれ。あのかなり昔にやってた、うん、エルフを狩る者っていう、あーはい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 、やつの、そうだったね、セルですね。いやー、当時はハマってね、よくこのセリフみんな言ってたよね。これ言ってる人が俺結構好きだったわ。うん。体の奥義が全部服を脱がす奥義だからね。懐かしいわ。本当に。あ、天元人間だからね。エルフじゃないからね。あ、エルフじゃないの？エルフじゃないからね。人間だからね。ハーフエルフでもない。そんなに長く生きられないからね、これ天元も。よつきさんは、ん？え、人間ですけど。え、魔法使いでしょ。いや魔法、なんかロードエルメロンに出てきそうな感じだもん。え、いやまあやれないこともないけどやれないこと、なんかそんな感じがするよね。まあうん、ちょっとしたね、あのトランプ適当に混ぜた後に一番上に戻すっていうぐらいのね、ものだったらできる。イカ様だ、イカ様だ。マジックって言えよ。ブラックマジック、ブラックマジック、悪い魔法だ。いや悪くはないけど、魔法省、魔法省、こいつ犯罪者に捕まえてください。犯罪はしてない、犯罪はしてない、ルールを守って楽しくデュエルをしてない。ルールは守って楽しくもデュエルはしてる。え、だってデッキトップ操作してるって言ったじゃん。いやいやいや、そういうところではしないから大丈夫。ショットガンシャッフルもしない。え、ブラックマシャン使いなのに。パンドラはしたけど俺はしない。なんで？穴開けたりワックス塗ったりカードの上刻んだりはしないから。ちゃんとカトリーヌ連れてくるから。カトリーヌー、いや誰だよ。いや、パンドラの彼女ね。うん、あのその辺の人形持ってきてさ、カトリーヌって名札つけて置いとくから。カトリーヌ、カトリーヌ、あれペガサスの彼女はなんだっけ。ペガコ、ペガコではないな。バイコン、なんだっけな、バイコンでもないな。ユニコーン、違うな。じゃあシュテンドウジ、四天王寺、違うな。分かった分かった、ルシファー、ルシファールシファーも違うな。フィリップ傑作だ。ペガサス彼女どこ行った。どこ行ったんだろうね。あ、天国だよ。あ、死んだっけ。亡くなった状態だよ。あ、そうだっけ。あのあれだ、
確か千年愛をつけたら彼女にもう一回会えるって言ったのに、うん、会った瞬間彼女が、うん、うわ目ん玉金玉な金玉なってる金玉言うな金の玉になってる金の目ん玉になってるバタンって指名出されたんだよ。なんかコメントしづらくなってきたわ。俺もさ真顔でこれ言ってるからね。まあね、まあね、っこっち圧かけながら笑ってるからね。俺平然と真顔で言ってるからね。反省の色見せねえもん。眉毛とかもねキャプチャーでいろいろ動かせればよかったんだけど、ちょっとねそこまで私があのカスタムキャストさんのことをちゃんと理解しきれてないので、ちょっとうまく動作ができないんですけどね。圧っていうのはこういうことか。え？こうか。こうでもないか。でもないなぁ。いややっぱ圧はこうでしょう。あーって。お金はあちらです。え？皆さんあれ見てください。はい。あれが圧をかけてる四月さんです。ちょっと興奮気味なんでね。ちょっとそこの仕切りから出ないようにしてくださいね。あ、見物料はエヴァロール一つで。エヴァロール。あ、そうそうそう、まあ先ほどなんですけど我々、はま寿司さんに行ってきて、まあ、はま寿司さんが今すき家とあと中尾とビッグボーイさんと、まあ、あのエヴァコラボ、まあ、合同企画でやっておりまして、はい、まあ、そのエヴァロールを食べてきました。2人とも巻き並み狙いでね、巻き並み狙いで、はい、外れましたけどね。外れたけどね。残念ながら外れましたね。天元は新上司でした。はい、でも見事に俺の方ははま寿司限定のクリアファイルはコンプできたかな。運のいいやつね。日頃の行いいから。日頃？日頃。良い行い？あ？日頃の行いいでしょ？あ？はい、そこの皆さん、あれが威圧するよつきさんです。はい。あ？見物料はあの。あ、その辺のバナナの皮投げたい。あ、どうぞどうぞ投げてください。やめてやめて。あの餌な、普通一般普通はね、あの動物に餌投げ込んではいけないんですけど、今回特別で、はい、どうぞ皮投げてください。爽やかな顔してると思うんだけどな、圧かけれるっていうね。今スモールライト壊れてるからね、全然怖くねえわ俺。ああ下がられ、あの小さくなれねえわ。ああそんだけ圧かけるんだったらね、いや圧かけたくはないけど、この銃黙ってないからね。やめてやめてやめて、すいません。いつでも いつでもトリガー出せるからね。すいませんすいません。あ、でもこいつルナだから避けるか。すいません、トリッキーな動きを。嫌いじゃないわ嫌いじゃないわ嫌いじゃないわ。これネタ分かる人いんのかな。あー、もう結構古いもんね。うん、でも人気は高いよね。うん、高い。うん、漫画もなってるしね。うん、フート探偵絶賛連載中なので、まあ、よかったら皆さんも、まあ、本屋さん行って探していただければ。やだ、なんでだよ。それよりもクーガを買え。クーガー熱くよみがえれ、クーガー。まあ後半アギト出てくるけどね。もうアギトとクーガ戦ってるからね。まあ一応世界線は一緒になるからね。一緒だけどね。うん、一応これ話長くなるか言わないでおこう。また次回ですね。そうです。はい。はい、じゃあ、はい、まあ今回はね、こんな感じで、まあ、あのやっとついにね我々も VTuber 化、まあ、馬肉化をね、あのできたこと、まあお披露目できたので、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、次回からは、この姿でね配信させていただきますので、よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。で、次回の配信なんですけど、はい、まあ、同じように毎週日曜朝10時からの、配信になります。はい、そして、まあ、このチャンネル名が変わって、まあ、今回初配信ということになるんですけど、天元さんレギュラーなんですけど、次回ちょっとお休みです。ちょっと諸事情で休みます。なので、次回は私一人でブツブツ言ってるだけの配信になるかと思いますので、よかったら見に来てください。あ、俺も見に行くわ。見に来るよね。
俺も見に行くわ。見に行きますよね。圧かけてるからやっぱりやめとこうかな。やめて、ちゃんと来て。あの、はい、そこ、動物の、動物に餌あげないでくださいね。動物って。はい、そこの、あ、バーチャルリスナーさん。リスナーさんですか。あ、リスナーさんだったらどうぞどうぞ。あ、なならこのバナの皮投げます。どうぞ。いや、俺じゃねえ。これバナナじゃないからね。これバナナじゃないからね。月ですよ。カズノコ。カズノコじゃねえよ。カリカリしてほしいよね。あんまりカズノコ好きじゃない。え、カリカリしてほしいじゃん。ゆつき、カズノコあんまり好きじゃないんだけどね。カズノコ見ていたかくれんぼ。なんだそれ。クマノコだろ。クマ嫌だ。クマ嫌だ。クマ怖い。クマ怖い。クマ大好き。クマ怖い。あの、パンダ以外のクマは嫌。パンダ以外のクマ嫌。もうパンダの、今年、パンダに流される年だもん。まあね。てか、閉めるって言ったのに、意外と長話する。はい、じゃあ閉めましょう。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、皆さん、解散。解散。Okay.